西鉄脇の来年度、西鉄天神大牟田線雑所の熊・春日原間に開業予定している新駅の名前が桜並木に決定したと発表しました。新駅は来月二十八日に高架化される西鉄天神大牟田線雑所の熊・春日原駅間の福岡市博多区竹岡町に設置されます。 駅名の桜並木は駅のおよそ1 0 0メートル南にある町のシンボルの桜並木に由来するということです一般公募で寄せられた駅名の中では最多得票で西鉄は福岡市や地元の意見も聞いて決めたとしています昨日の会見で西鉄の林田光一社長は地域の皆様に末永く愛される駅であってほしいと話しています 桜並木駅の開業は来年度後半の予定で1日およそ9000人の利用を見込んでいるということです。